今週末は札幌でですね、イカヒコ塾をやるということで、1時にね、あの札幌の菊池コーヒーで集まるんですけど、まあ東京からもね、3、4人行くのかな。で、札幌からっていうか北海道からも何人のかの人が来るってことでね、一切告知もしてないのにこのラジオぐらいしか言ってないからね、まあどうなのかなって感じですけど、僕はね、まああんまりこういう目的でやるっていう風に、言うのはあんまり好きじゃないっていうか、面白くないからね。なんとなく集まった人たちで、なんとなくなんかやりたいねっていう感じにしたいのはしたいのよ。だからあんまりこう決めてかかるのは嫌だなと思ってるんだけど、でもね、札幌でねこういうことを、札幌に北海道にいる人たちで、やりたいなっていうのは前々から思ってたんだよね。もう始めた当初10年畑を10年以上通いでね、やってるんだけど、やりながらねずっと考えてたことなんですよ。で小田原でもね、やりたいなっていうことはここのとこ言ってたり、神戸、京都、なんなら名古屋、そういうところでも塾っていうことをねやりたいなって思ってるんだけど、特にね北海道で10年畑をやって、その農業っていうね、畑をやるっていうと農業体験っていう風に取材を受けたりするんだけど、付き方にここ 2,3 年は行って、梅木さんっていうね素敵な人がいて、花を作ってるんだよね。で花を作っていたり、自分たちで、豆を作っていたり、そういうことをやりながら感じてることっていうのがあってね、その北海道なんかに着くと一面畑なわけですよ、広大な。で、どこまで行っても、すごい広い畑がわーっと続いてね、まさに北海道っていう感じなんだけど、その僕らがやろうとしてることは農業をやろうとしてるっていうことではなくて、お楽しみをやりたいんだよね。その例えば花なんかを栽培したりすれば、プロフェッショナルならね、いろいろあるだろうけど、
僕らはやっぱりその花を、育ててみたり、まあ、雑草のようなハーブを育ててみたり、まあ、野菜を作るってことも含めて、そのコミュニケーションの道具としてね、その畑をやるっていうことはとてもいいわけ。なんかまあ気の合う人、まあいろんな人が出入りしたりするわけだけど、なんかそういうところでまあ花を作ってみたり野菜を作ってみたりっていうことがコミュニケーションの一環っていうかな、こととしてとってもいいなと思ってるわけね。でこの遊びをだから、要は遊びなわけよ。で、まあ遊びです、遊びなんていうとね、東京から飛行機代払って遊びに来てるなんていうとなんかええなんつってね、お金があるんですねなんて嫌み言われたりするんだけど、その遊ぶっていうことってこう人間そのものだっていう気がするのね。だって遊ぶっていうことはこの遊ぶことが目的で生きてるわけでしょ、みんな。いや人間っていうのはそういうことだと思いますよ。そのホモルーデンスって言葉があるんだけど、その遊戯する人間って言うんだけどね、まあこのことはちょっとまた改めて言うんだけど、要は遊ぶってことが生きてる目的だと思うんだよね。それが人間だと思うわけよ。だからその遊ぶことで、まあ、楽しく遊ぶ、そのお金を稼ぐとか稼がないとかそういうことではなくて、そのまあ園芸農業ね、お花を作るとか、まあ、野菜を作るとかっていうことをまあとてもまあいい環境でね楽しくやるっていうことがとてもいいわけ。いいから10年もやってるんだよ。だからこういうことがとても面白いなと思ってずっとやってきてるわけ。でもこのことはまあ理解されないんだね。面白いからやってるんですっていうことが、何のためにやってるんですかって、まあ東京のカフェを僕はやってるから、まあそこのためにねかぼちゃ作ってみたり豆作ってみたりとかするよ、するけど、そんなもの飛行機代かけてまで行く意味なんかないよ。お金だけ考えたら買った方が安いもの、かぼちゃなんてさ買えば大したことないからね。だからそういうプロじゃなくてアマチュアとして楽しんでやってるわけよ。でこのこれがねとってもいいなと思ってるわけで、このみんなでそのまあやりながらね、そのまあ自然のことが分かんなきゃダメだよ。自然環境が、自然というのはどういうものかっていうことが分からなくちゃダメだし、あの人ってものが分かんなきゃダメだね。うん、これやっぱりみんなでコミュニケーションツールとしてやってるんだから、やった以上は楽しくなきゃダメなのよ。だからまあ美味しいでもいいんだよね。美味しいとか面白いとか楽しいとか、うん、でもそれにはさやっぱりその人に向いてるものを、じゃあこっちやってとかこういうふうにやってとかっていうふうに言わなきゃダメで、楽しいっていうのはただなんかこう楽ちんで楽しいっていうんでは楽しくないんだよね。結構マジで、うわやば、アブラムシついたどうするとかさ、危機がないと楽しくないから、マジでやってんだから。だからそういう危機に対してね、どうするああするっていうのはやっぱり農業っていうか、まあその生き物っていうのかな、植物っていうか
まあそういうことが分かってなきゃいけない、自然が分かってなきゃいけない。だけどみんなでやるってことは人間が分かってなきゃいけない。でこの人間と自然と両方分かる、両方が楽しめるってものだと思うよね。花を育てるとか野菜を育てるっていうことは。だけどまあ人間嫌いだから野菜作ってるとかさ、ね、あのもう東京の生活に疲れて田舎に行って、誰とも関わらないでなんか野菜作るとかさ、そういうのはまあいいんだけど、面白くやりたいことじゃないのよ、面白くないからね。でかといってさ、こうみんなでただただこう北海道旅行ですっていうのもね、あんま面白くないんだよ。やっぱりなんか多少目的があってね、そこで野菜が取れたとか今年はいまいちだなとかっていうようなことがまあ面白いっていうの。こうでそれがさ、そのやっぱりずっとまあやってきて、でまあ人の土地っていうのかな、どっかまあ借りてるところでずっとやっててもなかなかそれが自分たちのものにならない。まあ自然相手っていうのもあるけど、まあやっぱりよそ者だからね、よそ者がまあどっかで曲がりしてやってるから、まああくまでもまあよそ者だってことだと思うんだけど、まあその楽しむってことだけ考えれば、よそ者が来てね楽しむんだから、楽しければいいっちゃいいのよ、うんと思うんだけど、まあそういう感覚がわからないっていう人が多いね。いると思うんだけど、いると思うんだけど、あのそういうことを、ああそうだね一緒にやろうっていう人っていうのはそんなにいないんだよね。だから北海道でそういうことを、地元の人ね、地元に住んでるような人相手に、そういうことがやりたいってことをイカヒコ塾では言いたいなと思ってるわけで、それ自分のうちが農家っていう人はイカヒコ塾なんか来ないだろうから、ね、北海道にいても札幌にいて実は畑なんか行ったことないよなんていう人だっているわけだから、でこういう人たちにまあそのいろんなね、まあその土地の良さっていうのもあるし、一つのランドスケープみたいなものがあると思うんだよね。その景色っていうのは、その土地その土地の景色っていうのが当然あって、僕らが東京で渋谷の景色っていうのがあってね、その渋谷のうちの店から、渋谷が、まあ、一望できるっていうかな、一等地でやってるから自分の庭先ですよ。で僕らはそういう意味では自分たちの森って言ったら明治神宮の森なんだよね。でこの明治神宮の森が自分たちにあるけど、この土地を自由に好きにはできないから、で僕らはまあ北海道にまあ10年近く通って面白いと思ってやってきたけど、やっぱりその北海道には僕らが行くとハッとする景色っていうのがあるんだよね。その地元の人は気づかないような、でそれはなんてことないことなんだよね。うん。でそういうようなものを、まあ北海道だって広いから、根室の方やオホーツクの方や、まあ、旭川の方や富良野の方ね、函館の方ったら北海道ってくくりではあのくくれないほど広いわけだけど、まあたまたまこう出会ったような人たちで、そういうまあその土地のランドスケープだね、なんか景色っていうものを、やっぱり人と農業っていうか自然を組み合わせたような形のもので、まあ、やりたいと思ってるんだね。でもこれをまあ持続可能なサスティナブルにするには
まあじゃあどうやってお金を稼ぐんですかとか、その維持するのにもね、何したってお金はかかるから、お金はどうするんですかって問題は絶対出てくるよ。でまあそういうことを行政のお金を使ったりしながらやってる人たちも、まあ、いるでしょう。その僕がこんなどこで温度なんか取らなくてもね、もうすでにやってる人たちがいると思う。でやりながら、まあすごく時間がかかったり、なかなかいろんな課題が見えたりってこともあるでしょう、それ。だけど僕らの場合はやっぱ面白ければ続けるし、面白くなかったら続けないから、まあこういうふうにイカヒコ塾っていう形で、まあ札幌のね、菊池さんっていう、僕らは喫茶店コーヒー豆を卸してるわけで、農業っていうことで言えば全く、まあ、関係ないって言えば関係ないね。コーヒーはコーヒー、畑は畑なわけだから。だけどやっぱり僕らが北海道でやるなら、北海道のランドスケープっていうものを花にしても、何気ない景色、まあ景色だね、食べ物っていうのも一つの景色だから、食べ物にしてもコーヒーっていうのがあって、コーヒーと畑っていうのは僕らからすれば分けることじゃないんだよ、同じくくりなんだよね。鮭もコーヒーもじゃがいもも、貝豆も全部ひっくるめて僕らからすると畑の景色なんだよ。でこういうのをなんていうかな、共有できる人たちと共有して、で塾っていう形でやろうと思ったのは、もう畑が始まっちゃうとね、忙しくて、もう行ったらすぐにもう作業して、すぐに最終の飛行機に乗って帰るっていう感じだったからね。でもまあ去年はそのコロナがあって、まあそういう作業で何かアクセク作るっていうことがなかったんだよね。まず北海道にそんなに行けなかったっていうのもあるし、そもそも行ってかぼちゃをねたくさん作ったり、豆をたくさん作ってももうこっちのお店のお客さんがいないから、そんなに作っても食べきれませんっていうことになったりっていうこともあって、だから北海道の畑で畑を作ってたくさんこっちで消費するっていうようなことのなんかまあ限界っていうのかな、まあそういうフェーズは終わったって思ってるわけだけど、僕らが北海道の畑を通じてその花だとか、その自然の中でいい感じのところでね、やっていくっていうことはとてもコミュニケーションのツールとしてはとてもいいなと思っていて、これをやめるのは惜しい。で、そうね、その野菜を作るっていうことだけで言えば、まあ、僕らは、千歳でね、随分たくさん収穫できるような経験もあったし、で月方で梅木さんなんかはね、素敵に花だけでものすごい人をたくさん集めてね、まあそれなりに大変だったとは思うけどやってる。だからこういうようなものはまさにこういうコロナになってる今に、今もだしこれからも絶対必要だと思うんだよね。だからそういうことがね、あっと感じられる人たちを少しでもいいから集めて、で小さくていいよ、もうお金がなければ、でもちょっと時間をかけて何かこう、まあ、花壇を作るでもね、ランドスケープを作るでも、そこに豆でも野菜でも作るでも、そういうことがあってもいい。ただそれが僕らが行かないともう成立しないっていうんではなくて、まあ地元っていう北海道に住んでる人、もしくはそういう誰かと一緒に、まあそういうことをまあ継続的にできる機会を探りたいってことだね。だから温度は僕が取るし、旗も振りますよ、ね、僕ら北海道に行くわけだから。でそこでそういうなんかこう
何か場所だね、場所と人だね、こういうものがうまくできればさ、それはとってもいいことなんじゃないの？と思うわけ。この道はいつも手をつないだね、拗ねたりおどけたりはしゃいだけれど、春になり夏になりコートを着る頃、なぜだかあなたをそっと遠ざけた。夢中になるのが怖くなったのよ、無償の優しさも私には辛くて、この道を曲がって小さな口づけ、あれから連絡も取らずにそのままプラタナス並木は涙色の風、10年と2ヶ月が過ぎたわキスから、ごめんねも言えずに幸せに
ママはうずくまりないた。あなたはこの世にいない気がした。